サボ、これで俺たち兄弟なんだな。エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。頂上戦争から2年、世界情勢は大きく変化していた。海軍本部元帥千石が職を辞し、新たに赤犬が元帥に就位。それに先立ち、赤犬と決闘し敗れた青木地は海軍を去った。また白ひげの死により空席となった四校の一席には、白ひげの能力を手に入れた黒ひげが収まり、日に日に勢力を増している。かつて超新星と呼ばれていたルフィと同期の海賊たちは、今や最悪の世代と恐れられ、すでに新世界で名を挙げているものもある。一方、頂上戦争から沈黙を守っていた麦わらの一味は、ルフィのメッセージ通りそれぞれ修行に励んでいた。ルフィ自身もレイリーの教えにより覇気を習得し、大きく成長を遂げる。約束の地シャボンディ諸島で一味は再会の時を迎えようとしていた。みんなもう来てるかな。早いとこ探して合流するか。オールエレファントだ。はっ、よっ、うん、さ、UFO。 イコノビンの目撃情報があった。はっ、しつぶしに探せ。いい加減諦めてくれないかしら。アラン、久しぶりね。海軍がいるみたいね。増援を呼ばれる前にみんなを見つけましょう。よっ、珍しい生き物だな。俺たちの船でペットにしてやるぜ。オールエレファント、これはペットじゃねえぞ。辺りを警戒してるみてえだ。気づかれる前にみんなを探そうぜ。仲間が集まったらすぐに出航できるように、サニー号の周りを安全にしといた方がいいな。ルフィが心配できてしまったね。やはり海軍が警戒を強めておりました。海賊、麦わらの一味を確認しました。至急応援を願います。とうとう来たが、奴らはいつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かってた。相手はあの麦わらだ。パシフィスタを出すぞ。あいつは2年前の。ハッピー、パシフィスタの相手はわらわに任せよ。
俺たち、あの麦わらのルフィの仲間なんだぜ。私たち、偽物もいるみたい。騒ぎを起こされると、海軍もやってくる。もう少しでペットにされちまうとこだったんだ。助かったぞ。海賊がいるみたいね。サニー号に向かう前にいただいちゃおうかしら。ナミのやつ相変わらずみてえだな。まあ金はある分には困らねえか。ハンコック来てくれたのか。助かった。そなたとの関わりを知られてはとも思うたが、いても立ってもいられず。共同作業、これはもう結婚。ありがとう。けど結婚はしねえ。海賊狩りのゾロ、やはり生きていたんだ。捕らえろ。船を探してるだけだってのに、次から次へと海軍が現れやがる。あれはゾロかしら。早く合流しないと騒ぎが大きくなって海軍だらけになるわ。最高のラストライブだったぜ、マネージャー。今までありがとう。引退されちゃ商売上がったりなんだよ。フルクは誰かに追われてるみたい。早く助けてあげた方が良さそう。機能があるんだ。メカ語尾にメカってついたぞ。お前がいなければうちの会社は終わりだ。くたばろうぜソウルキング。ちょっとやばいですって。感謝しますよ。お久しぶりですね。オールエレファント、オールソリッド。
ニゴリは向かってるみてえだが様子がおかしいぜ。サニーゴー、いや、見えねえ。こっちじゃねえだろ。これで準備は万端だぜ。至急応援を願います。救出しないと手遅れになるわ。ゾロを一人にしない方が良さそう。また迷子になったら困るし。そっちに船はねえって。サニー号はあっちだ。もう迷うなよ。届けてくれて助かった。よーし、みんな集まってるか。やばー、何よ嘘って。ちょっとたくましくなっちゃって。そうだぜ、ラリーが俺はおめえとチョッパーとの逆襲トリオは卒業だ。何が起きてももう動じねえ。そんな戦士に俺はなったのさ。久しぶりじゃねえか、見違えたな。あお、全員揃ったようだな。それでサニー号に乗り込め。愛は麦わらを追う。お前らは全員港へ向かって出港を阻止しろ。妖怪を倒よせる。
さっさと大将を倒さねえと船を出せねえな。頼むの。攻撃準備完了。撃て。攻撃を始める。わらわが止めてやろう。正式に海兵になったんだ。お前をここで捕らえる。2年前と変わったのはこっちだって同じだ。ほんじゃな。お前とはまたどっかで会いそうな気がする。早く行け。エリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあエリー行ってくる。ああ、頂点まで行ってこい。どこの誰だお前は。ロジャー、全てが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。